一体何がどうなっとるんや。なんで知らんやつがわしの計画知っとった。おい、どういうことや真島。さっきの電話の男、多分あいつは俺が捨てたもんを拾ったんや。公園のゴミ箱から。ああ、俺があんたから取ったほぐし会館の制服、身代わりにするつもりやった女の写真、俺がそれ捨てたとこ、その男はどっからか見てたっちゅうことや。そういうことかいな。それつこて誠の死体を偽装したんやな。けど何もんなんや。もしかしてお前の雇い主とちゃうか。ちゃう。俺の雇い主やったら本人が電話してくる。電話の男は別口や。けど俺が誠の殺し命じられとんのは承知しとる口ぶりやった。となると前にここに来たヤクザどもか。まずその関係やな。電話の男は俺と取引したい言うとった。奴の欲しがったのは牧村誠っちゅうことや。ドライする。相手はグランドで俺を待っとる。あんたはあの子についててやれ。そらええけど、お前一人でのこのこ出ていくんか。相手はお前を待ち構えとるんやで。これ以上うろちょろされたら目障りやからな。それに奴に聞けばあの子が方々から狙われとるわけもわかるはずや。そろそろ蹴りつけたる。わしのも触ってな。いやもう、ほんまに特別ですよ。え、ちょっと立ってるやん。当たり前やん。ちょっと嫌や、やめて。せやったらいくら払えば揉んでくれるん。せやな。じゃあ1万で1秒。ほんまか。なら100万で100秒や。当店はみだらな行為は禁止です。お客様。支配人。ほう。あんたが真島君くんかいな。固いこと言うなや。場が白けてしもたやんか。
ですが、それが当店のルールです。はいはい、そりゃエロすいませんでした。支配人怖いな。な、当たり前や。他の客の迷惑になるような真似されて支配人として見過ごせるわけないやろ。ちゃうねんって、そない乱暴なことせん。これでもちゃんと筋通してますし、実はお店の人に頼んで貸し切りにしてもらったんや。わしらの会話、あんたも他のもんに聞かれたないやろと思ってな、人払いしといたんや。これでも気ぃ使ってるんやで。まあまあ座ったら、たまには自分の店で飲むんもええもんとちゃうか。何もんや。あれ。わじゃな、鬼人会中看板掲げさせてもらってる西谷ってもんや。鬼人会。こっちの欲しいもんは分かっとるやろ、真島君。牧村誠ちゃん、あんた、あの子どこに隠しとんのや。前にうちの若いもんが誠ちゃんさらいにハリシンとか言ったやろ。せやけどあんたが手に負えん言うてな、結局わしが出てこなあかんようになってもうた。お前があのボンクラどもの頭っちゅうわけか。あんた強いらしいな。わしゃ強い男は大好きやで。せやけどそんなあんたが女一人殺せんでえらい困っとる。もう見てられへんで、かわいそうな。何言うとるんや。まあカリカリせんと聞いて。わしらが欲しいわ、まことちゃんの命やない。あの子とちゃんとお話ししたいだけなんや。せやからまことちゃん、わしらに渡してもらえんかな。なえやろ、あんたは雇い主に蒼天堀の死体がまことちゃんや言うたらええ。相手は佐川やろ、キャバレーグランドの裏のオーナーさんや。あのアホに死体が別人やなんてバレやせん。わしは口の堅い男や。まことちゃんさえこっちの手に入れば誰にも秘密は明かさん。墓まで持ってったるわ。お前らなんであの女狙うんや。うん、そりゃ言うわ。わしらも人に雇われて向いとる。ただまあ真島君もそれ知りたいやろな。なんやったらわしから力ずくで聞き出してみるか。あんたもそのつもりで来たんやろ。なんや真島君、どないしたんや。俺は店の中で客殴られへん。なあそれ。この店の支配人としての流儀や。なんやなんや、あんたほんまにわし好みの男やな。
せやけどどないしよ。真島君の流儀も大事やけど、わしもはよあんたとやり合わな、もう収まりつかんで。せや、そしたらこないしょ、ちょ待って。あ、もしもし、警察でっか。わし、キャバレーグランドの支配人ですわ。何？今、頭おかしなったヤクザが店でドス抜いてますね。全然客やないです。強盗ですわ。早う助けに来てください。何考えとるんや、お前。これでわしは客やないちゅうこっちゃ。札も認める立派な強盗やで。支配人言うてこと、強盗まで直らんちゅう流儀はないやろ。大事な店を守るため、はよ遠慮せんとかかってきてや、真島くん。わしゃもう仕事抜きや、楽しませてもらうで。そこまで言うんやったら突き落たる。俺も仕事抜きや。どないくで、真島くん。がっかりさせんなや。警察や、そこを動くな。
なんや、もう時間切れかいな。札の旦那方、わしがこの店を押し込んだ強盗ですわ。エロ、お騒がせしましたな。はあ、なんやそれ。待てや西谷、お前らが女狙う理由はなんや。どっからの命令や。それは次会うた時のお楽しみや。お前はもうわしの獲物やで、真島君。ったく、なんなんやお前。とにかくこっち来い。あの支配人、何があったんですか。貸し切りのお客様は。貸し切りはしまいや。え、あんなにお金いただいてるのにもう。ええから、お前は札の応対しとけ。他の門には開店準備させろ。今から通常営業や。わかりました。準備でき次第店を開けます。支配人はそれまでどうされてます。せやな、店開くまで事務所におるわ。何かあったら呼びや。はい。あの、支配人、さっきはすいませんでした。お店開け。佐川。よう、邪魔してるよ。いつからここに。札が店に入ったすぐ後だ。にしても随分騒がしかったな。え？それより真島ちゃんよ、お前仕事終えたら電話しろっつったろ。仕事？牧村誠だ。やったんだろ、ニュースで見たよ。蒼天堀に浮かべるなんて随分派手じゃないの。なんですぐ連絡してこなかった。ほうれん草はどうした。うっかりしてたんや。これから連絡するとこやった。はあ、うっかりね。でも妙なんだよな、例の女の死体。俺はなんか腑に落ちねえんだよ。お前さ、なんでわざわざ死体の顔潰したの。そのくせ死体には女の働き先の服着せたままだ。死体の身元隠してえのか隠したくねえのかよくわからねえじゃねえか。妙だよな。人を殺したのは初めてやったんや。自分でもよう覚えとらん。気が動転してたって。はあ、まあそういうこともあるのかな。どうでもええやろ。それよりももう仕事は済んだんや。これで東上界に戻れるっちゅう約束やったで。島野の親父になしつけてくれるんやろな。その前にもう一つ聞きて。
さっき店で暴れてた男、お前あいつと何揉めてたんだ。あいつは西谷って男でな、あれでも俺と同じ近江連合の爺さんだ。鬼人会ってな。近江連合？ああ、近江の中にもいろいろあるがよ、鬼人会は他の誰ともつるまねえ跳ねっ返りだ。どこの縄張りだろうと好き勝手やらかす蒼天堀のトラブルメーカーってやつだ。ま、俺は嫌いじゃねえよ。ただその鬼人会がなんでお前にちょっかい出してきてんだ。連中と何があった？店の中で暴れただけや。ええ酒飲み慣れてなかったんとちゃうか。そっか、まあ西谷のやりそうなことではあるか。ならいいんだ。ただこの前からお前の動きが妙でさ、なんか俺に隠してるんじゃねえかと思ってね。何を隠しとるっちゅんや。気悪くすんなよ。そうだよな、お前が俺に隠し事なんかできるわけがねえ。もしそんなことすりゃどうなるか身に染みて分かってるはずだもんな。よし、そんじゃ島野の兄弟とはなしつけとくからよ。それまでしっかりこの店儲けさせてくれやな。ああ、支配人さん、待って、ちょうどよかったよ。お前、雀荘の闇医者か。李さん、どこにいる？私、李さんに急ぎの用ある。急ぎの用？薬届けたい。李さん、痛み止めの薬切れる、取りに来るって言ったのに全然来ないよ。あんた、李と会う約束してたっちゅうことか。李さん、何かあったか。私とても心配してる。李さんどこ？落ち着けや。ちょうどリーと話そう思うとったとこや。わかった。そしたら俺がついでに届けたる。あんた今薬持っとんか？あ、あるよ、痛み止めの薬、これね。でも急いであげないと、薬切れると打たれた傷の痛みひどい。多分動けなくなるくらい。お願いね、支配人さん。おう、お前無事やったんやな。ああ、こっちも異常ないな。ん？ああ、別にないな。ならええ。あんたに預かりもんや。なんや？痛み止め屋とジャンバレアの闇医者がお前に渡せ言うとったで。ふん、こんなん別にいらんけどな。ああ、それよりどないやった？電話の男とグランドでおたんやろ。あの、何かあったんですか？電話の男って。まあちょっとな、お前は気にせんで。それよりリーさん、なんで私に何も教えてくれないの？なんでって、お前急にどないした？全部私が狙われてるせいなんでしょ？だから二人でいろいろ動いてるんでしょ？だったら私にも何か手伝わせて。ただずっとここにこもって守られてるだけなんて。私、ホームシ会館でお前をさらいに来てヤクザらが追ってやる。え？電話の男や U ターンは
そいつらの頭で西谷って男や。鬼人会いう組引いとる。そいつがお前を渡せ言うてきたんや。それで？俺がさっき会うてきた。お前を狙っとる理由聞き出そう思ったんやけどな、その前に札に連れてかれてもうた。警察に？西谷も俺の雇い主の佐賀いう男も元をたどれば同じ近江連合や。どうやら近江の中でも牧村誠をさらう派と殺す派で別々に動いとるらしい。西谷はさらう派、佐川が殺す派ちゅうことか。せやけど今一番の問題は佐賀の方や。あいつは多分俺がみすみすこの子殺さんかったこと感づいとる。なんやと？ほんまか？お前らはすぐ蒼天堀から出た方がええ。ここも佐賀に見つかるが多分時間の問題や。リー、どっかこの子連れて逃げる当てないか？まあないこともない。せやけどどこまで逃げてもヤクザは追ってくるで。この子はいつまでビクビクせなあかんねん。俺が何とかしたら。とにかく今町を出る。あなたは一緒に逃げないの？この町に囚われの身や。一緒におるとかえってあんたらが逃げきれんようになる。しゃあない。誠、ここ出るで。あんまり時間もないようや。え、他にも誰か？なんでよお前、まさか俺のことつけてきたんか？リーさん、あなた前に私に教えてくれた。ん？あなた言ったよ、日本で生きる中国人とっても大変だから、私たち助け合う。でも最後に自分を守ってくれるのはやっぱりお金ってリさん言ってたから、許してくれるよねリさん？おんとれ、わしら撃ったんか？こいつら佐川の手下。用が済んだらもういらんちゅうわけか。普通やないでこいつら。リー、その子を見とれ。こいつらには今まで散々世話になっとるんや。誠、こっちや。行くで。
中国人同士の絆より金か。わしは確かにお前にそう言うたな。せやけど死んだらせっかく手にした金使えんやろが、ダホ。リーさん、リー、まだ終わっとらんで。他にも佐川の手の者が駆けつけてくるはずや。そいつはほっとけ。あんたを裏切った男やぞ。おい、どないしたんやリー。このままほっといたらこいつ死んでまう。助けるよ。お前、マコトを連れて早ここを出ろ。わしはこいつをジャンバラへ連れていかな。後で合流する。お前はマコトと一緒にほぐし会館に行け。ほぐし会館？なんで？マコトを連れながら歩いて逃げきれんやろ。車がいる。ほぐし会館の前に店の車止めとるんや。何が起きてる？マコト、リーのおっさんは後で合流する。急がね。すぐに他の追っ手が集まってくるんや。全部私のせい。泣くことあらへんがな。マコト、分かっとる。お前ら佐川に伝えるや。俺らはこの町を出るで。どないした？早うかかってきたらどうや。俺を止めてみろや。後ろにおれ。うん、分かった。おもろそうや。まだ遠くへは行ってへんはずや。僕らにはるはずや。行くで、ついてこいや。私のせいでみんな強制なあかん。
やつ。もう大丈夫なの？ダメなら。こっち。私、いつも守られてるだけなんて。そう思うんだったら、今自分ができることを精一杯するんだな。できることって？とにかく今は逃げることよ。その後のことは自分で考え。どうしたの？ちょっと待っとれ。怪我ないか？大丈夫。あなたは？平気や。おい、リーさん、無事やったか？早かったな。あの闇医者は？大丈夫や、仲間が見とる。それより車や、まだ追っ手が来るかもしれんのやろ。うん、車はあれや。ちょ待っとれ。こっちや。なんで俺に嘘ついちゃうの？悲しいじゃん。俺にこんなことさせんなよ。今度は俺もちゃんと約束守るつもりだったのによ、うん、女殺したら島のんとこに戻してやるって約束したもんな。なのになんでこんな真似すんの？嘘つかれたらお前のこと助けてやれないよ。もう殺すしかなくなっちゃったよ。でもいいよな、二人一緒に殺してあげるから。あれ
なんだこれ。Call